上智智君日本共産党の上智子でございいまますす大臣に伺います沖縄振興予算の一括交付金というのは、沖縄の自立的な発展を促進するための自由度の高い交付金として、国から県へ交付をされるものです。しかし、県が交付金を使い切れない、まあ、扶養額があるとして、2015年から減額し続けてきました。で扶養額については 県側も努力をして縮小してきたということなんですけれどもところがですね、今年度の予算でまたしても減額をしたとで、ハードソフト交付金ともに79億という過去最高の減額になりましたなぜ減額したんでしょうか江藤特命担当大臣、えー、今お話ございましたように、えー かつてですね、一括公金は不要額とか、あるいは繰り越し金額の実態ということがありました、そういうことを見た上えで,です、ね、そして沖縄県のこれまでの事業計画における実績を踏まえてです、ね、継続事業費、およびその新規事業費の過去の推移とも勘案して、少額を推計した結果、の結果です、ね、減額となったところでございます。まあ、沖縄全全体体の予算としてはです、ね、やはり えー、10億です、ね、計上しです、ね、な、え、ん、ー、としても沖縄振興を進めてまいりたいということで、えー、頑張っているところであります上智子君あの総額は確保したって言うんだけれども、この一括交付金が減ってるっていうのは、本当に重大だというふうに思うんですね、それであの県では玉城デニー知事が、市町村ともに強く要望していた一括交付金の増額が認められず、4年連続ですよ、大幅減で過去最低になったことは残念だと述べている。 で県の幹部は79億の減額は痛い、ただでさえ連続の減額で、市町村事業の進捗に影響が出ているというふうに述べているわけなんですけれども、その一方で,です、ね、沖縄振興特定事業推進費、これ、はのソフト交付金を保管するということで、県を飛び越えてです、ね、国に要望の上がった市町村に直接交付される仕組みとして、2019年度予算から突如新設されたんですね。 で前年度比で25億円増の55億円の計上だと、県民はじめえ地元市では、これ、沖縄振興予算について、自由度のある一括交付金を減額をし、特定え事業推進費を増やすことは、県の裁量を狭め、国の権限がより一層強まった予算じゃないかと指摘をしているんです。県、まあ、県ののの実を確保すすべきだと書いていいてます一括交付金というのは沖縄県全体の やはり信仰とですね自立,性自立性を大きく発揮するためには必要不可欠だと、でソフト交付金を補完するということであれば、ですね私はですねこれ、一括交付金の増額をやって、その中で賄えばいい,い,いんじゃないかと思うんですけどいかがでしょうか江藤特命担当大臣。えー、ずっとですね継続して事業をやってきたわけであります、そして継続事業もあれば、新規事業もあります、そういうもの全体を見回せながらですね、 この財源については、まあ、検討してきたわけでございます、でそういう中でその、市町村におけるです、ね、多様な地域課題や政策課題等についてです、ね、機動的に対応するための財源だと思ってます。私ども、沖縄にも何度も訪問しましたし、また沖縄の各市町村の方からもです、ね、県の方からもです、ね、いろんなご意見をお聞かせいただいておりますので,です、ね、その中で、私どもとしてはこういう判断をしたところでございます。 上友子君あのいろいろ市町村から上がってくる要望に応えるのは別にいいと思いますよ、だけど、この県の裁量で活用できる一括交付金、これは減らしておいて、ですね国の裁量で決められる特定事業推進費、これを増やせば、ですね、えー、県と市町村の間、あるいは市町村間の間に分断を持ち込むことになりはしないかという心配が拭えないんですね。 で、市町村が求める要望が、うん、まあ、あればですね、それをやっぱり県がちゃんと生かせるように、その交付金のあり方そのものをですね。見直していくと、仕組みを再考すべきだというふうに申し上げておきたいと思います。で、次にですね、えー、沖縄の振興についてなんですけれども、あの、江藤大臣は、えー、大臣就任の時のマスコミへのインタビューで。 沖縄振興と基地負担軽減についての私の思いは、玉城デニー知事と共通していると、で米軍普天間飛行場の移設問題と、沖縄振興予算をリンクさせるつもりはない、初心の挨拶のときにもですね、普天間飛行場について一日も早い全面返還の実現に政府として取り組むことをとし、中流軍用地の跡地利用は、 今後の沖縄振興の観点からも極めて重要な課題ですっていうふうに言われていますよね。でこれ、私も同感です。多くの日本の国民の皆さんがそれを願ってると思うんですよ。そこで大臣にお聞きするんですけれども、2015年の1月、沖縄県が沖縄防衛局の統計などをもとにして、普天間飛行場の返還される前と後で、経済効果を出しているわけですよね。 で直接の経済効果でいうと、普天間飛行場の返還前、120億円なのが、返還されれば3866億円の32倍になると、誘発雇用人数,、えー、人数は、返還前だと1074人から、返還後について言えば3万4093人ということで、これまた32倍になるというのを出しているわけなんですけれども、こういう指標っていうのは、 沖縄の県民の皆さんにとっては、将来に希望の持てる指数だと思うんですね。で、大臣はこういうあの今、沖縄が出していることについて、どのように思われるでしょうか江藤特命担当大臣。えー、大臣に就任させていただきまして以来ですね、えー、まさに、えー、この、えー、普天間のみならずですね、えー、今回の返還に変わるところ、えー、いわば異ンの、嘉手イ異ンのですね、 500ヘクタール、そして、えー、普天間のです、ね、500ヘクタール、県1000ヘクタールに及ぶ地域はです、ね、この跡地療について、ですねどういう具合にやっていくかというのは、これだけ大きな経済効果もありますし、まさに将来の沖縄のですね姿を決める、大変重要なもんだという具合に思っております。ですから、一刻も早いですね、えー、返還を果たして、ですねそして沖縄振興に、ですね、えー、自律的にですね、 えやっってていいいけるように頑張っていきたいというう思っており,ますとりわけ沖縄はですねまだえ県民所得は全国最下位というところであります、そういう意味で,で、今、私どもはですねこの県民生活の向上のためにですね相当力を入れていかなければいけないという具合に思っておりますので,で、それについて市町村からもいろんなご意見もですねお聞かせいただいてますので,で、できるだけ皆さん方のご要望に沿った形で,で、そういう意見を聞きながらですねその判断をさせていただきたいというふうに思っているところでございます。 上智子君、まあ、沖縄県がやっているあの経済効果について、重要なことだというふうにお話をされました、それで、あのしかしですね、先月、衆議院で我が党の赤嶺衆議院議員が、まあ、政府の資料からですね、普天間飛行場の移設先である辺野古について、工期や工事の費用など、新たな見積もりが出されたとで、工期を当初の5年から2倍近い9年3か月 米軍への提供手続きを含めた全体では12年も延長するということを明らかにしました。で、これではですね、いくら一刻も早く返還しようっていうに言ってもね、現実的にはこれ難しいんじゃないかと、で、大臣も重要でね、進めたいっていうに言ってるわけだけども、この基地返還後の経済効果の発揮も、ずっと先に遠のいてしまうし、いつ現できるのかってことになると思うんですよ。本当ににに沖縄を振興させるるいうことにすすためにははまずはですね やはりこの普天間基地返還と辺野古の移設については切り離すべきだというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか江藤特命担当大臣。えー、私どもはですね、えー、私どもの役所だけじゃなくて、えー、政府を挙げてです、ね、沖縄の基地負担の軽減に、えー、全力で取り組んでいくという考えでございます。えー、そういう意味です、ね、一刻も早いこの えー、基地負担の軽減をですねもっと少しでも実現したいというのを思っております普天間飛行場につきましてはですねその危険性の状況を図ることがですね極めて重要な課題であるという認識を持っておりますまあよく世界で一番危険な基地だという話がございますけどですねそのことはですね政府の大きな責任だという具合に思っておりますのでですねそれを一刻も早いですね、えー、危険性の状況をやってですねそして えー、かつ将来の沖縄にとってです、ね、極めて有用なです、ね、この、えー、跡地医療についてです、ねいえー、できるだけです、ね、スピードを上げて進めていかなければいけないと思ってます、またそれが私どもにとりましたらですね政府の大きな使命だという具合に思っている次第でございます神智子君。あのまあ、強調して、ね、言われたんだけれども、あの大臣はやっぱり真相、あの信仰に責任を持つ大臣ですよ。ですから そう言っても実際、現実にはね、あの相反することがやられている中で、普天間飛行場のこの存在自体が大きな経済発展の弊害になっているというふうに思うんですね。保育所や学校への落下物による命の危険というのは放置されたままですよ。固定化は絶対に避けなければならないというふうに政府は繰り返し言うけれども、その言葉と実態、かけ離れたものになっていると言わざるを得ないんですね。で、普天間飛行場の返還が伸びるほどに、これ、沖縄県の振興が妨げになっていると。 活断層の上に軟弱地盤のある辺野古の代替施設はです、ね、これ、もう徹底調査を行って、返還のための代替施設完成の条件というのは切り離してです、ね、やっぱり直ちに普天間飛行場については返還するべきだということをです、ねあの、強く申し上げておきたいし、ぜひ大臣はです、ね、閣僚の中でそのことをしっかりと言っていただきたいというふうに思っておりますす次の,あの質問問に入ります北方問題です。 先月の2月の17、18の2日間、根室市をはじめて北方隣接地域の実情を調査する委員派遣に私も参加をしてまいりました。今の日露外交について、千島連盟の元島民、まあ、あの居住者の皆さんは、ですね外交交渉が停滞していることは大変残念だと、つまり交渉は停滞しているというふうに言われているんですね。でこの間、ロシア200回以内のサケマス流し網漁が禁止されて以降、有効な外交交渉が打てずに、 根室市の水産業のサケ、まあ、マス、サンマ、タラ、これまでで言えば三本柱ってことでやってきたんだけども、資源が減って、支えとしてきたサンマ漁までが今、歴史的な不良であるということから、地域経済が深刻になっているわけです。で、えー、第一未来信用金庫がありますけれども、やや低調と、この景況感を判断をしているわけです。昨年年月月にも、えー、今年1月にもも今ロシアの この打歩っていうか、連行ですね、連れて行かれるということがありました、一方、JR 北海道が公表した、維持困難な区間に根室市につながる花咲線が挙げられていますし、厚生労働省が公表したですね公的病院の再編統合病院には、国民健康保険・私別病院と町立別海病院が入っているわけですよ。でこれから根室をはじめ、ですねこの北方隣接地域はどうなるんだろうと、こういう不安が広がっています。 交通インフラ、命を支える医療を守らなければ、北方隣接地域の振興にならないと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。はい、江藤特命担当大臣あの。この北方領土問題解決のためには、ですね、えー、北方領土返還運動の拠点でもございます北札幌領土隣接地域においてですね、 安定した地域経済が構築されるそして、えー、自律的に発展していくための環境を整備することは重要だというふうに思っております、えー、このためあの、えー、北徳法においてですね隣接地域振興計画の策定その実施のための特別の助成とかあるいは北方領土隣接地域の振興等基金などの支援策が設けられております、えー このですね、えー、そういう中で、一昨年の通常国家においては同基金の運用益が減少する中で、えー、基金の取り崩しを可能とするということで、昨年の4月1日に、そのと、えー、北,北徳法の改正が行われたことがございますので、ですね、えー、そういう中で私どもは、えー、今年度はですね、漁場の増成とか、あるいは後継者育成事業等の地元の要望を踏まえた事業等にしっかりと活用されているものと、 承知をいたしております来年度につきましても、現在、事業計画について北海道と協議を行っているところでございますので,です、ね、隣接地域の振興を図れるよう、引き続き改正、北斗区の趣旨を踏まえながら、関係機関とも連携を図りながら取り組んでまいりたいというふうに思っております上智子君。 ちょっと時間になりましたので、最後、一つだけお聞きします、日露交渉についてですけれども、北海道新聞がですね2月14日付で、安倍首相が北方領土問題の解決を棚上げした形で、新たな条約を模索しているという観測があると報道があったんですけれども、これはちょっとびっくりして見てたんですけども、大臣、これ、事実でしょうか江藤特命担当大臣、えー、事実でないんじゃないかというふうに思っておりますが。 政府といたしましてはです、ね、いずれにいたしましても北方領問題を解決して平和条約を締結するというです、ね、基本方針のもとにこの外交交渉に粘り強く取り組んでいるところでございます。えー、そういうことで、えー、引き続きです、ね、私どもとしても、えー、交流事業はですね、あるいは国民の世論の啓発とかです、ね、そういうことについてあるいは島民のです、ね、元島民の方々の援護をと積極的に取り組んで,です、ね、この 外交交渉をしっかりと後押ししてもらるそんな体質を作ってまいりたいと思っております。はい、河村さん。こういう報道一つ一つがですね、非常に大きな波紋を広げるし不安にさせているわけですよね。で、今年北方領土返還要求大会で安倍首相の挨拶がちょっと変わったなっていう印象をみんな持ってるわけです。で、昨年は領土問題を解決して平和条約を締結する、まあ順位があったんだけれども、今年は北方領土問題の解決と 平和条約の締結の実現というふうに、この並列しているということ自体もです、ね、元島民の皆さん含めてです、ね、もうなんというか変わってきてるんじゃないかというふうに不安になるわけで,です、ね、やっぱりこういうことを含めてね、しっかりとです、ね、島民の皆さんに対してもそうだし、あの国民に対してです、ね、説明をするし、あの不安が広がらないようにするべきだということを申し上げて質問を終わります。